どうもこんにちは、水にゃんです。本日のサブチャンネル1本目の動画になるんですけれども、17日、午前、これ日本記者クラブが、主催をする、東京都知事選挙の、立候補予定者の、共同、記者会見が、開かれたというですねニュースがございました。でそこにはですね、一応なんですけれども、国政政党の代表であるがゆえに、我らがですね NHK から国民を守る党の立花孝志さんも、登場しておりました。でそこでですね、立花孝志さんは、どんなことを言っていたのかというとですね、日本が、何でもかんでも多数決で決めたものに全員が従うという全体主義の方向に向かおうとしているね。どの口で言ってんのか分かんないですけど、立花さんって去年僕と、対談をした時、まあ、その動画をですねぜひ、まあ、見ていただきたいんですけれども、ご自身ですね、アイアムヒトラーって言ってるんですよ。でそもそもヒトラー自体が、ファシズムで全体主義の、まあ、それこそ代表的なケースで、ね、日本が全体主義の方向に向かおうとしているとね、どの口で言ってんだと話ですよ。で、まあ、立花孝志さん率いるですね NHK から国民を守る党の公約の一つに、直接民主制、これインターネットをね今使って実験しているみたいなんですけれども、直接民主制っていうのは、多数決のこれ代表格と言ってもこれ過言ではない制度だと思うんですよ。でそれなのに、なんか何でもかんでも多数決で決めたものに全員が従うと言ってね、そう多数決というものにちょっと苦言を呈している立花孝志さんなんですけど、ちょっと矛盾してんじゃないかなって。多分立花孝志さんって多分全体主義っていうのを多分あんまりこう理解していないと思うんですよ。で全体主義って少なくとも、ね、何でもかんでもこう多数決で決めるものっていうのを全体主義とは言わないわけですよね。で、まあ、立花孝志さんって、まあ、難しいこう政治用語を使う前にきちんと、その辺のところをですね勉強、してくださいと。まあ、多分なんかその覚えたことをなんとなく、あ、これかっこいい言葉だから使ってみようと思って使っちゃったんでしょうね。まあ、結局それが自分がやってることと言ってることがちぐはぐしてるということになると。であともう一つなんですけど、少数派や多様性を認める、そんな社会にしていきたいと、まあ、NHK から国民を守る党って、まあ、国会の場でもそうだし、なおかつこの国で見ると、まあ、少数派だから、まあ、要するに NHK から国民を守る党みたいな政党も認めてくれとね、まあ、いうことを言いたいのかなというふうに、まあ、察したんですけれども、少数派や多様性を認めるそんな社会にしていきたいって、まあ、あのそんなね NHK に対してめちゃめちゃ寛容じゃないで、 NHK の集金人に対してですね営業妨害をしている政党のこうトップに立っている立花孝志さんがね、少数派や多様性を認めるそんな社会にしていきたいって何言ってんだって話ですよね。で少なくともやっぱ少数派や多様性をこう認めるというのであれば、ね、いろんな価値観であったりとかいろんな考え方を容認しなければいけない、受け入れなければいけないわけですよ。でも立花孝志さんね、あのコメント欄ね、あの例えば YouTube ライブとかをやってて、でコメント欄とかでちょっと自分に対して批判的なことを書かれたりとかしたら、あのモデレーターねが即ブロックしたりとかで、あと、動画とかでもですね、まあ、コメント欄を、封鎖したりとかしてるじゃないですか。だから立花孝志さんの、YouTube での活動を見てると、そんなね少数派とか多様性を認めるってもう何言ってんだって話なんですよ。まあ、だから立花孝志さんの、まあ、これまでの傾向だとなんとなくですね、まあ、我々にとってこう耳障りがいいようなことを、まあ、とりあえず言っといてみたいな、言ってやろうみたいな。でも実際その行動とねこの言ってることっていうのがどうしても矛盾しちゃうのが、まあ、この立花孝志さんの、まあ、特徴なわけです。であと何やらなんか情報公開の話とかしてましたけど、立花孝志さん情報公開うんぬんかんぬん言ってんだったら党の収支報告ね公開しなくていいんですか。なんか去年参議院選挙が終わった直後とかは動画上でね党の収支報告公開しましたけど、ここ最近党の収支報告の話全然聞かないんですけどね。でその辺のところどうなってんですかっていう。あとね
あのお宅の、ね、立川市議会議員の久保田、ね、学市議がね、千代さんという選挙ウォッチャーの方に、裁判を起こしたと。でそれが、まあ、実質ですね、まあ、原告が被告にお金を払わなきゃいけない、まあ、スワップ訴訟だというふうな、まあ、認定を受けたわけですよ。でそちらに関しても立花隆さん報告しないじゃないですか。あれだけね、千代さんに対して裁判を提起するときは千代被告、千代被告って言って千代被告呼ばわりをして千代さんのイメージを落としたね。それなのに裁判結果として、ね、立花隆さんが、まあ、その久保田学市議会議員をそそのかして起こした裁判結果としてスワップ訴訟という認定ですよ。であと立花隆さんで扶桑社がね、運営しているハーバービジネスオンラインに都合の悪い記事書かれて、でハーバービジネスオンラインのね、運営元の扶桑社を訴えて裁判負けたじゃないですか。これに関しては動画で話してなかったんじゃないですか、立花さん。だ情報公開情報公開ってしっきりに言う割には、まあ、ご自身にとってこう都合の悪いニュースっていうのはあの情報公開してないこともあるなって思いました。まあ、だから立花隆さんはこれ何度も言いますけど、ね、都民の方々これ騙されないでいただきたいなとね。これは耳障りがいいこと、そして僕たちにとって、ね、すごくねあの心地がいいこととかを言ってくれるかもしれないけれども、ね、あの言うだけ言ってただこう実行できないのが、まあ、これまでのね、立花隆だということでございます。であと立花隆さんは非常にですね、まあ、面白いことを言ってて、でなんかその NHK の頃にでオリンピックに関わってたから IOC と交渉していたみたいなことをね言ってたんですけど、それ本当ですか？立花隆さんの、まあ、スーパーエリートサラリーマン伝説にまたあの一つのエピソードが刻まれるんですか？そもそも立花隆さんそれ本当だったらあのね証明してほしいよね、正直ね。やっぱね今ねその小池百合子さんとかもそうですけど、いろいろそのね学歴とか経歴の問題とかって、まあ、取り沙汰されてるわけじゃないですか。まあ、言うて立花隆さんは、まあ、都知事選挙でもいわゆるまあ法末候補みたいな、ポジションなんで、まあ、そこまでね突っ込まれたりとか追及されたりとかしないと思うんですけど、ただちょっとねそれはちょっとぶっ飛びすぎだよ。で僕はね本当に言いたい。で、まあ、正直ねなんかその立花隆さんは、ね、小池百合子さんの同姓同名候補を都知事選挙で立候補させるこう算段を企ててるみたいだけど、まあ、これはね、まあ、別にその参政権っていうのは、誰しもがあるものだし、で非選挙権っていうのもこれ誰ねあのちゃんと基準さえ満たすルールさえ守っていれば別にいいと思うんですよ、行使してもね。しかしながらちょっとねあの選挙というものを、まあ、勘違いしてるというふうに思うんですよね。やっぱり東京都民のこうトップを、決める、選挙だから、それこそふさわしい、人材、ふさわしい人間というものをちゃんと、公認してで立候補をするということで、まあ、ホリエモン新党 NHK から国民を守る党がこれを支援するんであれば、この人間というのは都のトップにこうふさわしいんだというね、ちゃんと、一つの、まあ、目印になるわけですよ。でそういった部分で、立花隆さん本気でねこの人押せる人を選んでるんですかと、立候補させるんですかという話ですね。まあ、実際だから、まあ、そのいろいろ言われてますよ、 NHK から国民を守ると選挙ビジネスやってるみたいなね。ただ、まあ、今回の都知事選挙ですけど多分まあ立花隆さんもそうだし、で、ね、ホリエモン新党からこう出るでホリエモンの秘書の方も供託金300万、まあ、没収されると思います。でまあ、そういう中 で、まあ、立花隆さんが、まあ、東京都知事選挙で、まあ、もっとこう知名度を増やしていきたいんだと、もっと党勢拡大するために宣伝していかなきゃいけないんだと思ってるのかもしれないけど、十分もうね、立花隆さんの名前は広まってます。 NHK から国民を守る党の名前広まってます。しかしながらなんで支持が集まらないか、やばいと思われてるからですよ。もういい加減ですね、その透明ロンダリングとかでそういうね、党の、なんかその透明ロンダリングであったりとかでいろいろなんかそのねそういうなんか小手先の手段ばかり使うんではなく、真剣にこう政治に向き合って真剣に政治家としての活動をされたらいかがですかとね。
話題性ばっかりで、票集まらないですよ、話題性だけでこう支持者増えないですよ、もういい加減立花孝志さんもねそういうところを気づいてほしいなと思いますよ。まあ多分立花孝志さんはこうやって、まあ僕が言うとどん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 意固地になってくると思うんで、まあね、これ以上言いませんけれども、非常にですね、まあ昨日のね東京都知事選の立候補予定者の、共同記者会見、もう立花孝志さんめちゃくちゃ恥ずかしかったです。まあ、てなわけで以上水ニャンでした。